辰巳琢郎のおうちでワイン、今日の一本はこちらです。石川県の能登ワインの山ソーベニオンです。私の両親が石川県出身ということもありましてね、やっぱり石川県のワインってなんとなく愛着があるんですよね。穴水町というところにあるんですけれども、もう素晴らしい一面の山ソーベニオンの畑がありまして、秋なんかはね、葉っぱが色づいて壮観なブドウ畑です。さあ、色が濃いですよね。山ソーベニオンといいますのは、日本の山ぶどうとそれからカベルネソーベニオンを掛け合わせた、山梨大学の山川先生が作った、日本独自の交配品種です。ではいただきます。乾杯。ちょっと甘い香りがしますね。とろっとしてる中にきっとね、果実味、苦味が入ってきて、こういう赤ワインでもね、少し僕は冷やし目にして飲むのは好きなんですけれども、その方が引き締まった感じがして、でとっても酸味の強い、ワインだと思います。まだあんまり熟成してませんが、これからどんどん熟成を重ねると良くなるかもしれませんし、若いうちでも十分に楽しめるワインです。合わせますのはカツです。ビーフカツですね。中がちょっと赤くなっておりますけどもね、このちょっと分厚めのカツに僕は割とこういうポン酢をかけていただくのが好きなんです。今日もちょっとやってみましょう。ではにくにく。肉汁が染み出してきます。美味しいな。美味しそう。思った通りいい感じのバランスです。やっぱりこの赤ワインの酸味の強い赤ワインとね、こういうポン酢系の味付けってね、合うと思うんですけれども、ちょっと今日は豪華な晩御飯になりました。